久保さん、今これちょっとね堀江さんの読んでるんですけど「超習慣」「最大化の超習慣」みたいなねこれねやっぱね入り方が違いますね入り方が <laughs> 堀江さんに「もう意味あんのか?」って言われたところ読むとなんかもう堀江さんがもう喋ってる多分まあ堀江さんがこう書いたわけじゃないと思いますけどもまあわかんないですけどなんかまあ堀江さんがこう言ってることがこう響いてきますね ビンビンと <laughs> なんか読んでて怖いですもんなんかよもはや読んでて怖いですね <laughs> あのフラッシュバックしてくるっていういや久しぶりにね心,心臓がめちゃくちゃバクバクしたし飛び出そうだったし真っ白になりましたよねあれもうあの目見られて意味あんのかみたいな <laughs> 意味あんのみたいなそれ聞いて何な,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 なのみたいなタジッ あのう,う,うううみたいなね。まあいい経験でしたね。だから僕3万円払ってほんと良かったですね。あの質疑応答は本当良かったです。逆にそのああいうふうに言ってもらったんでまああれでね普通になんかそのなんだ僕はその多分すごく記憶に残って思い出に残ると思うんですけどあれがなんか、まあ、まあ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 、まあ、まあ普通になんか喋ってくれてもなんか残ると思いますけどでもあの方がすごくす残るでしょうね。 うん、すごくだって多分結論言うと極論なんですよねもうマジもう多分多分あのー、問答無用で正解だと思うんでですよ <laughs> でもそこに何だろうな何か言うんだったらまあ久保さんが言う通りあのー、人間ってその意味がないことをじゃその まあそなんだろうな、その人にとって意味って変わってくるじゃないですか、だからパチンコの話もありましたけども、スロットが好きな人は好きやし、うん、なんだろうな、うーん、でもスロットとかパチンコ、ギャンブルに興味ない人は人生をダメにする、バカだ、みたいなね、なんか昔、その、良山白みたいなね、和田明子、みたいな、和田明子さんなんかすごいパチンコ好きやらしいんですけど、 でもパチンコが好きな人はそのパチンコの楽しみを楽しめるわけじゃないですか。でも嫌いな人は一切そのパチンコで楽しむことは難しいですよね。うん。だからその人にとってはパチンコが面白いねんって、人生の生きがいやねんってなるかもしれないし、だから結局その意味って人それぞれ、意味があるかないかに関しては結局人それぞれに違うと。だからね、まあ僕は頭真っ白になっちゃったんで、 あの言い返せなかったですけども、まあ、多分ね、まあ、堀江さんが意味それ意味あんのっていうあ堀江さんが意味がないと思うんだったらそれでいいですただ僕がなんでこれを聞いた意味があるとするならば僕はそれを聞く、うん、堀江さんと、まあ、例えば堀江さんが見たい映画と僕が見たい映画が違っただけであって、えー、な,んかなんかそういうなんかなんか切り替えができたらまた論争になるんでしょうね <laughs> あそうですかとあ 僕はあのそれを見たい堀江さんのその言葉を聞きたいと思って聞いたと僕には意味があるんだけど意味があったと思って聞いたんだけれども堀江さんにとってはそのこの僕の問いに対しては意味がないと思ったとだからここは合わないのでしょうがないとだから逆に言うと堀江さんはこの,このお題に関しては意味がないっていうことを、うん、考えてるだからそれが意味っていうか <laughs> それが答えっていううんそう だから正解はまあ本当にね自分しかないんですよねうん僕も堀江さんの言うことがまあ理にかなってると思いますしなんかねまあこれ読んでるんですけどじゃあそもそもなんで堀江さんがそういう風になってったのかっていうのを勝手に考察してその考察しても意味がないんですけども <laughs> なんでそうなったのかなっていう要は人間離れしてる多分ねちょっと人間離れしてるんですよ多分ね一番まあここにも書いてあるんですけどもう プログラミングにブワーって中学校の時ハマったって書いてあるんですよね。もう,もうブワーっていう。で、プログラミングのソースコードって多分、もう出てるじゃないですか。このソースコードとこのソースコードとこのソースコードっていう、なんか、うーん、なんか、なんだろうな、もう答えがあるというか、論理的というか、うん。なんか僕は、そのスポーツやってきたので、例えばスポーツだと、論理的にソースコードとか無理なんですよね。 どれだけ練習しても、どれだけ頑張っても、結局精神的な部分があるので、どれだけすごい技術があったとしても、だから絶対量をやったとしても、1回戦で負けるとかね、なんかスポーツってそうなんですよね。だから、これ、堀江さんも精神論が大嫌いって書いてあるんですけども、なんかスポーツはね、精神のところがあるんですよ、心技体みたいな心の部分が。でも 僕は何だろうな肌感覚でもうずっと僕は卓球やってきてプログラミングなんか僕書けないし覚えてないしやったことないのでだからその堀江さんが見てきた、ま、学んできたことだったりとかやってきたものと僕がそもそもベースが全く違うので、まあ、そこでやっぱ合う合ううわないはあるでしょうね、うん、僕が堀江さんと同じようにプログラミング中学校の時ブワーハマって論理的になんかそのプログラミングソースコードを組むみたいな感じでやってたらあれかもしれないですけど。 うん、ただ僕も結局いろいろ勉強してまあその精神論も僕はだ僕は精神論も大事だと思うんですねなぜならば人っていうのは精神があるだろうし、まあ、全員が堀江さんみたいになれないと思うんで、うん、だから結局その、ね、上島竜兵さんもなんで亡くなっちゃったかっていうと多分精神が病んだっていうところが多分あると思うんですよ精神が正常で自殺にしないと思うんですよね精神が正常で自殺しますなかなか考えられないですねうんだから 精神的な精神論というか精神精神が人を支えてる部分はあるただ堀江さんはそれはないかもしれないとでも結構大多数は精神がなんかうん左右してる部分があるんじゃないかなと思いますねで僕はどちらかというとスポーツ体育会系でスポーツでそういうのを勉強してきたというかそういうのをなんか叩き込まれた部分もありますのでただビジネスをやる上でまあそれは関係ないなっていうところ何な,な,なんだろうないろいろ勉強した結果 うん、僕の場合は精神も精神論も大事だし精神論も大精神論は大事じゃないっていうところもあるしなんかもういろいろですね <laughs> なんかそのやる気って大事だと思うんですよやる気って精神論なのかな、うん、や,やる気がないよりあった方が良くないですかって話で単純に <laughs> やる気が出てるモチベーションが高い方が低いよりかはいいですよねただ別に 多分ね、まあこまあ、全部読んでないんで分かんないですけどなんかそれを理由にしてやらないやつが多すぎるから嫌いなんじゃないかなと思うんですよみんながアクティブに「いやめっちゃやる気ですやります」ってガンガンやってたら「やる気あるな」っていいじゃないですかそれでだけどなんかそれを理由にしてやらないやつがもう9割9分だから精神論が嫌いなんじゃないかなっていうみんなが精神強くてガンガン修行してガンガンやってたら 精神も悪くないなみたいな。<laughs> みんなやる気あんなみたいな。<laughs> 多分ね、ほんと、割は僕もね、久保さんもそうですけど、みんなやらないじゃないですか。うん。だから、多分まあ、そう,そうなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、それを考察したところで何なんだって話なんですけど。な <laughs> んか、なんで人は映画を見るのかとかね、なんで釣りすんのかとか。 なんすかね本当に生きるために必要なものって空気と水と食料ぐらいでしょあとまあ衣食住というかまあ別に着るものなくても生きていけますよね飯食ってればまあ寒いですけどね、うん、まあ昔とかねもうほんとにってなんだこう、ね、動物飼ってこうなんかねこんな洋服もなかっただろうしでも生きてきたわけじゃないですか,だから本当に極限までシンプルに言ってしまうと水と飯じゃないですか <laughs> 終了みたいな。生きるために水と飯を食う。終了。<laughs> なんでなん、なんで生まれてきたんですか生まれてきたからみたいなね。知らねえよと、生まれてきたんだから生きるしかねえだろうみたいなで。生きるために飯,飯と水食ってんだよと。終了だよと。<laughs> でもなんかもう世の中にいろんなものがあるので、 例えば釣りっていうものがなければ釣りができないしパチンコっていうものがなければパチンコができないしいろんなものがあるんですよねありふれてるのでやっぱり多分いっぱいあるからこそなんか悩むっていうところもあるでしょうねうん何もなかったら何もできないので悩みようがないじゃないですかでも多分今なんで現代社会まあ堀江さんがね悩み好きだねみたいなあ,あのなそれも言ってた悩むのみんな好きだねみたいななんか言ってたんですけど多分悩むのは多分 当然だと思うんですよいいっぱいあるから例えばメニュー表も1個しかなかったら悩みようがないじゃないですかでもカレーもあればなんか好きやとかね今すごいまあ吉木もだいぶメニュー増えたんですけど <laughs> なんかカレーとかなんだ豚丼とかなんかなんかいっぱいあったら何食べようかなってやっぱなるじゃないですかでも1個しかなかったら迷いようがない悩まないですよねメニューもうーんなんかその悩む原因って 多分、これかからも多多分分悩みっていいいうのはなくなんなななくんじゃないかなと多分堀江さんの場合はもう、自分でその、自分の中で全部選択してるから、外部の影響一切ないんですよね。多分、堀江さんは分かんないですけど、メニュー見て、食いたいものを食う終了だと思うんですよ。メニューをパッと見て、あこれ食ってみたいな、はい、注文だと思うんですね。多分。もう、若そうはどうなんだろうな、そこも分かんないですけどね。 いやでもこっちも食いたいなって堀江さんもなるんじゃないかなじゃあ全部じゃあこれとこれとこれって注文するかもしれないしですしねその堀江さんと飯食いに行ったことはないんで分かんないですけど自分が食いたいなと思ったものをあこれも食いたいこれも食いたいあっこれもこれもこれもって注文しちゃう終わりなんでだけどじゃあそれは資金があるからお金があるからっていう部分もあるじゃないですかそのお店に行く時に財布に1000円しかまあまあ5000円しかなかったとうーん、まあ、消費者金融で借りてくれば食えるけど いやそれも堀江さんだったらいや食いたいんだったら借りてこえばいいやんってなるかもしれないしこれよくもう分かんないですね <laughs> どうでもいいというかまあ結論は結論は何だろうなまあ今回学んだんですけどやっぱり自分があの思うことをやるってまあこれ堀江さんの方にも書いてありますけどね自分がその思うことをやるっていうまあシンプルなんですけど自分が答えだと思うことをやればいいっていうね うん、なんかまあ曲、まあ、まとめるともうそこしかないかなっていう自分が意味があるもの自分が好きだと思う映画見るっていうね見たいなと思う映画見るっていうで考,えたいなと、まあ、考えたいなと思うことを考えていく、うん、僕はその人生って何だろうって考えるの結構好きなんですよどちらかというとまあ意味がないって言われたら、まあ、まあ本当におっしゃる通りかもしれないけども <laughs> 僕は人生って何なんだろうなと。 何のために生まれてどういう何なんだろうなとでも考えても答えもないしうんだから僕ソクラテスの弁明とかその哲学的な話もすごく好きなんですよね最近そう人は人幸福とは何なのかとかねかそういうのを考えるの好きなんですようんでも他の人からすると、うん、そ,それ考えて何の意味があるのっていう話で <laughs> うんだから趣味思考も違いますしね だからね結局自自分分なんですよ自分ただしまあなんかそっからエッセンスというか、まあ、僕は,はすいません発信してるからね堀江さんのその言葉からその発信のエッセンスの, <laughs> あの抽出というかね、うん、だってあの、ね、久保さんもねあのなんだろうなあのお客さんからいろんな悩みをもらっていろんな返し方をするじゃないですかでも多分ですよ、うん、堀江さんの返し方を全部してたらいやその悩み な,なんで悩んでんの悩んでもしょうがないじゃんと。やったの終了みたいなね。やってないでしょやってくださいみたいな。うん。いや、それ、悩んでも意味ないよと。みたいなね。全部なんかそんな感じで対応してたら、なかなかきついっすよね。うん。それはこういうふうに考えた方がいいよ、みたいな。そういう考え方をした方がいいよっていうようなアドバイスをした方が、なんかその、まあ、アドバイスされた感あるじゃないですか。<laughs> それ、なんかその,その質問、なんか聞いて意味あんのみたいな。 お客さんに質問されて「久保さんそのパン食って何か意味あるんですか?」みたいなね <laughs> あ「じゃあなんかお客さんにねお客さんになんかあのうん久保さんそのパン美味しいですか?」いやその質問して何か意味あるのと「あなたと僕の味覚は違うよ」と「まあ、僕はうまいと思うけどあなたにうまいかどうか分かんないしだから答えても意味ないでしょ」と「だってあなたと,あ,あ,なたとあなたと味覚違うんだから」 ね、食いたいもんも違うしそれが俺,俺が美味しいって言ったとしても何の意味もないよとだってあなたの美味しいじゃないからみたいなねもうなんかなんかですよねそうそううんでもねまあ堀江さんはまあ究極系かなと思いますねだからこそだからこそあんだけぶっ飛んだねあの結果を出せたんじゃないかなと人には出せない結果を出せたっていうのは多分そこですよねうん普通じゃないですもん普通の結果じゃないですよね 普通の人があんな結果出せないですよ。うん。だから、まあ取り、堀江さんの取り入れられるところは取り入れて、でも違うなと思ったところは取り入れなくてもいいだろうし、それは堀江さんと僕は違うので、ただし、自分が生きていく上でエッセンスとして必要な部分は、あのスパイスとして、ヒントとしてもらって。うん、だって、自分にはない考え方とか、価値観とか、常識があるわけですから。 そこのエッセンスが自分に入ることによって何か新しい味になったりとかうんそ,のその言葉がきっかけで何か新しいことができたりとか勇気もらったりとかねいろいろあると思うんでうんまあ本当堀江さん究極系ですね究極系だと思います本当に、まあ超人ですね超人ですでその多分その堀江さんは超人なんだけど自分堀江さん自身は普通だと思ってるっていうことがまた超人っていうことですね いや別に普通だよみたいなえ逆になんでこうならないのみたいな <laughs> だそのデフォルトっていうかその標準が超人みたいなもはやその考え方だとかその基準がもはや超人の基準値みたいななんかもうスペックんクソ高いパソコンみたいななんかそんな感じがしますねうん。